どうもこんにちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、ディミニッシュコードトーンの法則についてお話ししていきたいと思います。僕はですね、アドリブ中に、2、5、1とか来て、5のドミナントコードで、結構ねドミナントコードの半音上のディミニッシュコードトーンを使うことが多いんですよね。で、このディミニッシュコードトーンっていうのが結構便利で、普通にね、ルートから順番にこうコードトーンを弾いていくだけで、なんかオルタードフレーズとかコンディミフレーズみたいな、ちょっと怪しいドミナントフレーズが弾けちゃうんですよね。で、どんな感じかというと、例えばキー C の251、Dm、G7、C メジャーの時の G7 で弾くんですけども、 Dm、G7 で G シャープディミニッシュコードトーンを弾きます。で、次 C メジャーに行くので帳尻合わせて、こんな感じで弾けるんですよ。なんかディミニッシュコードトーンだから 1.5 音間隔で音が並んでるから、なんとも言えないこの怪しい雰囲気でもって、ちゃんと次の C メジャーのコードトーンに着地できるように帳尻合わせるので、とっても僕にとってはね便利なコードトーンなので、今日はこのディミニッシュコードトーンの法則についてお話ししていきたいと思います。では早速いってみましょう。はい、ではこちらをご覧ください。こちらの表はですね、上の、この横のラインに度数が書いてあって、この左側のここに、G7 と G シャープディミニッシュと書いてあります。で、ここにコードトーンが書いてあるんですけども、まず G7 から見ていきましょう。ソーシーレーファ1357の G7 のコードトーンですね。で、次に G シャープディミニッシュのコードトーンを見ていくと、ソシャープシーレーファとなってるんですね。そうするとこのソシャープ以外、これ同じ音ですよね。シーレーファと、でもってですね、このソシャープも G7 から見るとここなんですよ。フラット9、ソのシャープですから。ってことは G7 フラット9というコードを弾いてるようなものなんですよ。 G シャープディミニッシュっていうのは。なので、もうほぼ G7 コードと同じような、コードトーンが並んでいるということで、 G7 で G シャープディミニッシュコードトーンが使えてしまうし、なんならフラット9が入ってるからオルタードテンションですから、ドミナントにはもってこいなんですよね。という感じで、僕は、G7 で G シャープディミニッシュコードトーンをよく弾いております。ではですね、指板上ではどんな感じになるかというと、こちらをまたご覧ください。はい、こちらが6弦ルートの G7 のコードトーンが赤く丸されてますね。ですね。で、その他のコードトーンはこのようにちょっと書いてあります。押さえてないけど、コードトーンが散らばってますね。1357、13571という感じですね。で、ここに、G シャープディミニッシュのコードトーンを弾いてきます、書いてきますと、まず G シャープなのでここですね、ルートが。で、その後、コードトーンを書いていくとですね、あとはもうルート以外は全部同じなんですよね。で、ルートはシャープしてます。で、その他の音は全部一緒で、ルートはシャープ。こんな感じでですね、ルートがシャープしてる以外は、
コードトーンと、G7 のコードトーンと G シャープディミニッシュのコードトーンは全く一緒なので、この上のね6弦のルートから順番に弾いてみると、こんな感じになるんですよ。で、例えばメジャーの251の5で使いたいときは、この帳尻合わせとして最後の音をですね、次のトニックの3度に持ってきたいと考えたときに、C メジャーの音が、3度がここにあります。そうすると、ここに行くように、帳尻合わせしていきたいんですね。まあ、例えば、上から順番にこの音から、弾いて、ここの1弦の、G シャープのところまで来たら、帳尻合わせで G7 のルートに行って、ルートからこうマイナーセブンスにギュッと行って、でここにG7 のフラット13がありますから、この3度の音を囲い込むように、まあ、いつものパターンですね。フラット13行って、最後 C のメジャーサードに解決する。この流れがね、美しいと思います。順番に弾いてみると、G シャープの6弦4フレットから。こんな流れが、よく僕は弾いてます。ちょっとこれカラオケに合わせてみますね。こんな感じになります。で、じゃあ今度マイナーの時どうしようかっていう感じですね。ちょっとこれ全部消しますね。いいか。で、次はですね、まあ、途中までは一緒なんですよね。ここの G シャープから3で5行って、マイナー3行って、で、やっぱここは G シャープに行って、ここまで一緒ですね。で、G シャープに行って。じゃあこの後、次のマイナー、C マイナーセブンスに行くと考えると、ここがマイナーサードの音なんですよね。C マイナーの。そしたら、ここに解決したいので、じゃあ次はですね、この G シャープからこう C、G のルートに行ったら、まあ、ここからは同じように、じゃあ今度、マイナーセブンスに飛んだら、最後はこの5度に行って、で、この5度から、こう解決しましょうかね。マイナーサードに。例えばこんな感じですね。こういう感じですね。じゃあこれも、カラオケに合わせてみます。はい、こんな感じになりますね。そしたらですね、まあ、こんな感じで、G7th、ドミナント7thでは、半音上のディミニッシュコードトーンをよく使ってるんですけども、これもちろんですね、普通のディミニッシュのコードの時にももちろん使えるわけなんですよね。まあ、例えば、まあ、Fly Me to the Moon とか、の
最後の方に Dm7 Dsharp diminish Em7 A7 っていう流れがあるんですよね。そこの Dsharp diminishでももちろんこのが使えるんですよね。でちょっとそこもやってみましょうかね。D シャープディミニッシュコードトーンの位置って位置はこんな感じです。11フレットが D シャープのルートになりますね。でこんな感じのフレーズです。で次に Em に行くので Em のコードトーンがあると考えるとここが5度になるんですよね。なのでここの5度に解決したいなと思いますので、こんな流れがいいかなと思うんですけど、まあここにこうちょんちょんと来てこう来て、でこの5度を挟み込むようにこの音にこう来て、で最後 Em の5度に解決する。さっきと似たような感じですね。なのでちょっとこれもね、カラオケに合わせてみたいと思います。フレーズになってますよね。で、あとはジャズブルースとかでも、もちろん使えるんですよね。ジャズブルースの6小節目にディミニッシュが来ますよね。例えば F ブルースだったら B ディミニッシュが来ますよね。B ディミニッシュの位置はこの位置ですね。解決方法としては次 F7 が来るので、ここに F7 の3度の音があるんですね。ちょっと表がないですけど、ここに行きたいと考えたら、このコードトーンを順番に弾いてときたら、一回この B フラットの音に行って、でダブルフラット7に行って、でフラットフィフスに行って、でまたダブルフラットセブンに行って、でこのダブルフラットセブンから3度に F の3度に解決。こんな、解決方法がいいかなと思うんですよね。ちょっとこれもカラオケに合わせて弾いてみましょうかね。ですね、ディミニッシュコードでももちろんディミニッシュコードトーンが使えるし、チャーリー・クリスチャンは毎回のようにディミニッシュコードでディミニッシュコードトーンを弾いていたので、もうお墨付きの、フレーズになりますね。で、まあ、最初のうちはですね、初心者の頃はもうこのコードトーンだけで結構ね、僕は十分だと思うんですよね。いまだに全然僕はコードトーンをバリバリ使いますし、十分かっこいいフレーズができると思います。で、まあもう少しね、余裕が出てきて、慣れてきたら、ディミニッシュスケールとか、その辺のスケールを、見てもいいと思うんですけども、まあ、ちょっとだけ見てみましょうかね。ディミニッシュスケール。はい。ではこちらが C ディミニッシュスケールの、スケール音になりますね。
まあ、こんな感じで、ドレミフラットファーソフラットラフラットラシみたいな感じで書いてありますが、まあ、基本は、全音半音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 ってずっと続いていくような流れです。でこの C ディミニッシュスケールを使うとどんなフレーズができるかというと、まあとかね、だいたい次の例えば Fly Me to the Moon で考えると、次のコードが E フラットマイナーなので、 E フラットマイナーの3度の音のこのソの音に行くと考えると、というフレーズとかなんていうフレーズが結構合うと思うんですけども、ちょっと一回 Fly Me to the Moon のコード進行に合わせてみますね。ディミニッシュスケールを使うとこんな感じの音使いができるんですけれども、まあね、最初のうち初心者の頃はもうコードトーンだけで十分かっこいいフレーズができますので、もうディミニッシュコードトーンを、ぜひぜひね、活用して、いろんな場面、ドミナントの時は半音上のディミニッシュコードトーンで、ディミニッシュコードが来た時はもうそのままディミニッシュコードトーンを弾くで、解決音だけ気をつけて次のコードトーンに行けるように帳尻合わせだけしとけばもう全然かっこいいフレーズができますので、ぜひぜひね、参考にしていただけたら幸いです。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。